どうもサーフゲームの肉黒眼鏡です。12月末の中旬サーフゲームです。白波が全くない。先行者が一人いたんですけど、この何もない凪を見て帰りましたね。でも私はサーフゲームの鬼ですからやっていきたいと思います。海側の変化がないんで、まあ陸側の変化、ワンドを攻めようかなと思うんですけど、ワンドも少ないで、これ目の前ね潮目があるんですよ。潮目に向かってちょっと投げてみたいと思います。投げるのはこちら、フリッパー、フリッパー 30g デイフラッシャー。まだ一度も釣ってない。釣れてくれ、ほら座布団、狙うは座布団。水深が非常にない。おそらくシンキング投げてもそこ擦っちゃうような感じだから、ある程度明るくなってきたらシンキングに変えますか。シンキングじゃない、シンキングフェンシング。めちゃくそ寒いです。めちゃくそ寒いんだから、海水なんか触ったら本当に凍ってしまいそう。魚釣れた時のことを考えるとね、嬉しいんだけど、でもプール作るとき地獄だよね。もう一匹釣ってサクッと帰りたいな。ちょっとルアー交代ですね。水深が浅すぎる。アクション3、うん、まだ一匹も魚釣ってない。釣らせたい。アクションスリムちょっとあれだな、なんかそこ当たってる気がするよ、ゴツゴツって。連結力が高いのかな、高すぎるのかな。これが穴になってる気がする。リップがない、ウェッジ、ウェッジでやりましょう。ほらアルミボディが冷たいのかな。あれでもいいのかな。レガリスでもいいのかな。冬は
めて。行って、ほんと行って、この、わかる？人差し指と、人差し指じゃない、中指と薬指が、こっちも痛い。パワーハンドルが、あ、こういう警戒もあるのか。そうか、樹脂ボディが必ずしも劣っているとは限らないんだね。じゃあそういうことか。こうなるべくリールに触らない持ち方しようか。こう持とうかな。冷たくない、左手は冷たくない。合わせられるか、こうか。これ今釣り人に見られたら、あいつ持ち方できてね、素人だって思っちゃう。寒いんだよこのアルミボディが。寒いんでございますよ。カットビボが本日最後のルアーですね。バレた。40ぐらいかな。うわ、もう一回食ってこい。40、45か50ぐらいかな。40はちょっとあれか。45から50の間。まあバイトがあっただけでもよしとするか。今のでちょっとね、気が引き締まったよ。いやでもなんか肉厚な感じがしたな。食ってこないか。はい、というわけで、12月後半のサーフゲームの動画をお届けしました。本当にこうベタッとしてる感じ、的が絞れないということで、まあ何ですかね、潮目があったりとか、まあ、若干ワンド気味になってるところとか、まあちょこちょこありましてですね、大体 500m ぐらいガンガンしてました。でまあ2倍と、いやあれを
しかったな。もっとガッとね、ガッと合わせてたら釣れてたかもしれない。ちょっと油断してましたね。もう、あ、釣れない釣れないって諦めモードで投げてたから、いや、良くなかったですね。はい、ということで、このね、地形の悪さっていうのは多分年内に改善されることはないと思うんですよね。だから安定した地形変化がある場所、もしやるんであれば、もしやるんであれば、鹿島灘の、あのヘッドランド周辺とか、あるいは海水浴場の、あの消波ブロックの間とかね、そういったこう的が絞れるようなところでやらないときついですね。ちょっと乱眼はちょっと私の心がね持たない。このクソ寒い中乱眼っていうのはきつい。そしたら今年最後のサーフゲームになるかもしれません。あとはね、あのカレー釣りがねやりたいんですよ。カレー釣り、あの車の中でねぬくぬくと当たりを待つ釣りもいいかなと思いましてね、そっちの方実は12月ちょこちょこやってるんですよ、投げ釣りを。ただ釣れてないんでね、動画に上げてないっていうだけなんですけれども、ちょっとサーフゲームより、今そっちの方をね頑張ってるような感じですけれども、やっぱ気が向いたら12月中もう1本ぐらい、サーフ動画あげようかなって思っております。はい、ヒラメ入ってるのは間違いない、入ってるのは間違いない、ただ的が絞れないっていうねだけですね。皆さんぜひね頑張ってください、私の分までね。以上、サーフゲームの鬼黒眼鏡でした。バイバイ。